夏に迎えるクリスマスもいいですね。彼女はそう言って、にっこり笑った。いつもの冗談であろうその言葉が、なぜか俺の心を激しく揺さぶってくる。彼女の笑顔、たわいのない会話、柔らかな手、分厚いコートを通して伝わってくるぬくもり。何もかもが心地よく、胸は温かさで満ちていた。だけど、俺はきっと知っていたんだ。かすかな痛みとともに、心のどこかで理解していたと思う。永遠に続くものなんて、どこにもないということを。ゆうくん、朝ですよ。起きてくださいよ。もう、困った人ですね。遅くまで勉強するのもいいですけど、朝起きられなかったら意味がないでしょうに。ゆうくん。ゆうくん。すぐに起きないと、すごいことしますよ。びっくりさせないでくださいよ。ゆうくんって寝起きがいいんだか悪いんだかわかりませんね。女の子に起こしてもらえるだけで最高に幸せでしょ。あまり高望みすると罰が当たりますよ。ゆうくん、朝ごはんは生米でもかじっててくださいね。ま、許してあげましょう。早く起きて準備してください。もう朝食できてますからね。ゆうくん、もたもたしないでください。お味噌汁が冷めちゃいます。ですか？ですね、言い訳するわけじゃないですけど、人には得て増えてというものが。君の教え方に問題があったんですよ。
ゆうくんこそ、いつも説教ばかりでおじさん臭いですよ。ああ言えばこう言うんですから。嘘です。もう一回言ってください。いえ、それは同じことを二度言わないって意味じゃないと思います。もしかしてユウくんって私をバカだと思ってません？なんだか意地悪に磨きがかかってますよ。場合によりけりだと思いますけど。本当に寒いですね。本当、時間が流れるのは早いですね。冬は食べ物が長持ちするのはいいけど、お水が冷たいのと、この寒さはたまりませんね。ゆうくん、私の話聞いてます？そこは嘘でも聞いてたって言いましょうよ。ゆうくん、何を考え込んでるんです？こんな往来で頭使ってると、車にはねられますよ。また失礼な言い方を。嫌な過去をほじくり返さないでくださいよ。今は一通りできるじゃないですか。なんかその言い方、いやらしいですね。そうやって偉そうにしてられるのも今のうちですよ。すぐにゆうくんより美味しいご飯を作れるようになってみせますから。
全く期待されてないのがひしひしと伝わってきますよ。おはよう、ユウ。なんだ、そのへんてこな顔は。それは呼吸するなと言ってるのと同じだな。知ってるが、どこかおかしいか？どうせいつかは僕がもらう家だ。壁ごときどうしようが構わないだろ。男はいつか家を出て独り立ちするものだ。ひねくれててもいい。たくましく育ってくれれば。言っておくが、うちの弟は可愛いぞ。なんなら一回見に来るか？そうか？残念だな。本当に可愛いのに。ああ、そうだ、ユウ。今日はやるのか？少し短いが、まあ、ちょっとでもやっておいた方がいいか。じゃあ、放課後に。さすがにもう屋上はきつくなってきましたね。あら、そうなんですか？寒いことは寒いですけど、今年はちょっとマシかなーって思ってました。いつもユウくんと一緒にいるから、あったかいんでしょうね。まだちゃんと美味しいって言ってもらってないのに、死ぬわけにはいきません。少し量だけでも増やしたいですよね。私はともかく、ユウくんは男の子ですし。そういうことじゃないです。いや、実はそうですけど、本当に意地悪ですね。
それは大家のおじいさんからお裾分けしてもらったんですよ。お家で鶏飼ってるらしいです。くれるって言ってるんだから、ありがたくいただいておけばいいんですよ。どうしても気になるなら、いつか恩を返せばいいんです。受け取らない方がかえって失礼ですよ。それに、どうしたって誰にも頼らずに生きてくことなんてできないでしょ。ゆうくんだって分かってるはずです。でしょ。それにね、卵持ってきたのが小さな可愛い女の子たちだったんですよ。本当に可愛らしいですよね、あの子たち。あんな小さい子たちがせっかく持ってきたのに、受け取らずに帰らせるほど冷酷にはなれないです。美味しいですよね、この卵。さりげなく恐ろしいこと言ってますね。さて、それでは始めようか。時間が短いから集中してやるように。集中しろと言っただろ。こっちを見るな。全然下手くそだという意味だ。集中しろと何度も言ってるのに、まるでできてないじゃないか。どうも線に迷いがあるな。ユウ、君は深刻な悩み事でも抱えてるんじゃないのか？うん。当たってたらかっこいいだろ。
このデッサンも全然ダメだというのは本当だぞ。これなら僕の弟の方がうまいくらいだ。それくらいユウのデッサンが下手だっていう話だ。思うんだが、やっぱり中途半端な状態が良くないんじゃないのか。何をやりたいのかはっきり決めずに動き出してもあまり意味はないと思う。ユウの頭なら弁護士だろうが医者だろうが何にだってなれそうだ。そっちを選んだ方が可能性も高いし、将来のためにもいい。だからユウは迷ってる。デザインをやりたいって言い出したのは君自身のくせにフラフラしてる。どっちつかずのままこれ以上続けるなら僕も付き合ってられないぞ。ユウくん、そろそろバイト終わる頃かなと思ってお迎えに。いいタイミングでしたね。あら、心配してくれてるんですね。ユウくん、やっぱり私もバイト増やした方がいいんじゃないでしょうか。ですけど、ユウくんはそろそろ本腰を入れて勉強しなくちゃいけないでしょ。今と同じだけバイトをこなしてたら勉強進みませんよ。デザインの勉強は進んでないでしょ。やっぱりそうなんですね。毎日顔合わせてるんだからわかりますよ。前から聞いてみたかったんですけど、どうして急にデザインやるとか言い出したんです？
誰だって先の見えない道を歩くときは怖いですよ。そうでしょ？でも大丈夫。ユウくんが迷ってもこうして手をつないでるから私は離れません。道に迷っても二人なら心細さも消えてくれますよ。少女は大人になりました。今夜のおかずは鶏肉のソテーですよ。違いますよ。ちゃんと買ってきたんです。ゆうくんが言うと本気っぽいんですよ。素材は食べ物としての限界ギリギリな安物ですけど、愛情でカバーしてます。キャー。なんですかその理屈は。いや
私、ちゃんと自分で何とかしますから。情けないですね。ユウくんに、昔のことに振り回されるなとか言ったくせに、一番振り回されてるのが、私なんですからね。弱いですね。私は。日曜って試験の直前ですよ。そんなにうまくいくでしょうか。なんだかスパルタの予感がします。とんでもない。私はつつましく生きたいと思います。天気になってよかったですね。
ら、どうかしました？もしかして、私に見とれてたりします？それがお約束というものですよ。では、行きましょうか。どこかで適当にお弁当にしましょう。嫌ですね。そんなことないですよ。みんなちょっと腹黒いだけの普通の女の子ですよ。ゆうくんと、久世先輩やなぎさんみたいな固い絆には遠いんですけどね。そういえば、久世先輩から手紙が届いてましたよね。なんて書いてあったんです？久世先輩。頑張って勉強してますなんて照れくさくて書けなかったんですよ、多分。よくわかってるんですね。やっぱり固い絆が。いいえ。もちろんですよ。ところで、ゆうくん。ここは、何なんでしょう。復興計画って、まだまだ途中なんですね。ゆうくん、少し歩いてみません？いいんです、それでも。その思いやりが身に染みますね。
家みたいですね。他のものに見えるのなら、その人はよっぽど目が曇ってるんでしょう。私、お母さんのことを覚えてるのかな？なんとなく見覚えがあるんです。施設に入る前の記憶はほとんどないんです。けど、多分私はここを知ってます。私の家。いえ、今の私には帰れる家がありますから。もし見つかったところで何がどうなるものでもないですし。ただ、街並みがこんなに崩れていても、記憶のどこかに触れたのに、母親のことは覚えてないなんて、変ですよね。お母さん。私の料理を食べたくないって言うんですか？それがゆうくんの本心ですか？飽きちゃいましたか？愛はもう終わりましたか？ゆうくんは日ごとに優しくなっていく。それに甘えるだけの自分になってしまう。このままではいけないと思ってみても、優しさを突き放すことなんてできない。私はわがままだ。ゆうくんの足かせになってることがわかってるのに。教会を見上げる。ここに通い始めたのはつい最近だ。と言っても、毎日来るわけではないし、祈りを捧げるわけでもない。ただ回収席に座って、静かな時間を過ごす。いつもざわめいている心を落ち着けるために、必要な儀式。この儀式を始めてからは、あの悪夢もあまり見なくなった。決して消えてなくなってはくれないけれど。あら？突然の泣き声が私を現実に引き戻した。見ると、教会の入り口のそばで小さな女の子が泣いている。どうかしたんですか？その子のそばに立って声をかけてみた。どうして泣いてるんです？女の子はぐっとこちらを睨み、大きく首を振った。泣いてない。泣いてないっ
って、よほど意地っ張りな子なのか、本当に泣き止んでしまう。泣いてない!同じことを言って、彼女はまた私を睨んだ。変わった子のようにも思えるし、子供ってこんなものかもしれないとも思う。誰って、私のことですか?他にいない。確かにそうですね。私は苦笑いする。私は、ゆうこって言います。ゆうこ。いきなり呼び捨てした上に、私を指さしてくる。ちょっとカチンときた。でも、特に悪気はないだろうし、いきなりここで叱りつけるのも大人げない。ええ、ゆうこです。あなたのお名前は?あらら。なぜか黙り込まれてしまう。お姉さん、あなたのお名前知りたいなー。ミキ。ミキちゃん?未来。え?どっちなの?未来って書いて、ミキって読むって。あ、そういうことですか。ミキ。この子はきっと、親に祝福されて生まれてきたんだろう。そう思える名前だった。いい名前ですね。うるさい!カチン。どんな育ち方をしたら、ここまで愛想の悪い性格が出来上がるのだろう。まるでユウくんの子供版ですね。というより、子供の頃のユウくんに似てるような。あ、そうか。考えてみれば。特に遊ぶ場所があるわけでもないのに、ここにいるということは、この子は。私、この中に用があるので。そう。ミキは興味なさそうに言って、顔を伏せてしまう。教会の空気はひんやりとしていて、足を踏み入れた瞬間に寒気がした。吐き出す息が雪のように真っ白だ。なんだか、その白さがとても綺麗で、心が洗われる思いがする。白は好きな色だ。でも、私には似合わないのが、ちょっと悲しい。仕方ないですけどね。何が?あ!慌てて振り向くと、真後ろにミキが立っていた。何してるんです?お祈りするの?質問に質問で返される。この子は、愛想が悪いというより、人の話を聞かないタイプといった方が正確かもしれない。お祈りなんてしませんよ。じゃあ、泥棒さん?すごい発想の飛躍ですね。確かに私は貧しいけど、物取りをやらかすほど逼迫してもいない。と思う。用もないのに来ちゃいけないんだよ。ここに来たかったから来た。それだけです。それくらいなら別に誰も叱ったりしませんよ。
私は微笑んで、ミキの頭に手を伸ばす。パシッと、甲高い音が鳴って、ミキが私の手を払いのけていた。あまりにもはっきりとした拒絶に、手よりも胸がチクリと痛む。ミキちゃん？触らないで。触らないで。怒っているのかと思えば、そうでもない。ミキはまた泣きそうな顔になって、唇を噛みしめている。理由はわからないけど、この子は誰かに触れられることを恐れている。ごめんなさい。私は素直に頭を下げる。いい、別に。ミキはぐすっと鼻をすすり、そっけなく言った。変な雰囲気のある子だ。年齢は、大家のおじいさんのところの双子と同じか、少し下くらいだろうか。年齢的にはあまり変わらないのに、ミキは双子たちと別の生き物のように見える。この違和感は何なんだろう。ねえ、ミキちゃん？何？あなた、ここの裏にある施設の子なの？私とユウくんが出会った施設。両親のいない子供たちが最後にやってくる場所。違う！ミキはブンブンと首を振った。私のお家はあそこじゃないもん！あんなとこ、私のお家なんかじゃない！違う違うと何度もミキは否定する。まるで自分に言い聞かせているような、何度も否定すればそれが真実になると信じてるかのようだった。よく言ったんですか？なぜです？そう信じないと生きていけない。そうですね。でも、あの子、泣いてたんです。でも私、
昼間はあんなにも楽しかったのに。はーい。あ、そうだ。ですね。今日のカレーどうです？割と自信あるんですけど、どうでしょう？いや、思ってた以上に点数低くて、これはもう意表ついているというレベルだぞ。日本史と大気はいいんだが、英語が、学科で英語は普通に出るからな。まいった。あと1年しかないんだ。僕は英語なんてやってないで、ひたすら筆を動かしたいんだよ。ままならないものだな、世の中は。ユウ、自己採点してみたんだろ？ちょっと見せてくれ。ユウ、一つ質問があるんだが。人類か？いや、すまない。ちょっと疑ってみたくなっただけだ。こんなものを見れば疑いたくもなるわ。一体どうなってるんだ？また学年トップ。それもぶっちぎりなのは確実じゃないか。少々の誤差で君の王座は揺るがないだろう。1年の時からすごかったが、今の君は恐ろしいほどだよ。なんだ？急に落ち込んだ顔して。虚しい？なんとなく、君の考えてることはわかる。言っておくが、
デザイナーだって簡単になれるものじゃない。ユウの能力を生かす道は他にいくらでもあるんだぞ。懐かしいな。まだクゼが存命中だった頃の話だ。少し前にクゼの奴から手紙が来たんだ。ゲルマン娘の美しさは世界一、民族大移動万歳だそうだ。便箋いっぱいに赤い絵の具で×と書いて送ってやった。話がそれたな。いや、なんかどうでもよくなってきたな。ユウはバカじゃない。だから自分の道くらい自分で選べるか。どうって？ユウ、君は勘違いしてるぞ。僕だって自分で選んだんだ。甘く見ないでもらいたい。父がそうだからって自分も画家になる。僕はそんな主体性のない人間じゃない。好きだから絵を描いてる。他のことは何もしたくないから絵で食べていける道を目指す。どうだ？当然だろ。気分が良くなったところで美術室に行くか。そろそろ石膏を描くのにも飽きただろう。今日は自分でモチーフを組んで描いてみるか。ブロックとか空き瓶とかロープとかを組み合わせて、それをデッサンするんだ。勉強っていうのは僕の分野の方か？決めたのか？